ケー、いいよ、ありがとう。はい。いい。すごい。二股。すごいな、これ。でかいね。ファイティアオチャンネルのママです。今回は、岡山県にある大橋高原キャンプ場に来ております。初めて来たキャンプ場ですけども、ちょっと分かりづらいサイトで苦戦したけど、まあ設営もできて落ち着いております。散るってる散るってる。お昼ご飯作っていこうと思います。今日は豚肉忘れてね、エビで、焼きそば作っていこうと思います。はい、じゃあ作ります。
なんかあのかっこいいお兄さんがコーヒー売りに来てくれてるみたいだから。あれはキャンプ場の人じゃないの？違うみたい。コーヒーショップのお兄さんらしいわ。だからあんなイケてる人たちが集まってたよ、ね、そう。でも受付の人もめっちゃ若かったしな。あ、全員若かってんけど。イケてるキャンプ場なんすね、じゃあここは。だってホームページもめっちゃイケててんけど。ホームページもおしゃれやったな。うん、確かに。サイトがあの芝でめっちゃいいよね。ペグは打ちやすかった、うん、ほんまあのゴルフ場思い出したもん。思い出さんかった。最初でもあれやろ、早いもん順やから。そう、予約エリアで予約するけど、うんうん、早く着いた人たちから自分の好きなとこに貼れます、ね、そう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 。だからうちら一番最後に到着したから、はい、一番最後でした。まあ残り物には服があるからね、まあ、一番奥やったけどいいと思うよ。もう一番奥が一番いい、うんうん、だって挟まれてへんもん、人と人に。もういいよ、だってほんまに何もすごいソーシャルディスタンスで、うん、誰もいないです近くに。ジュース持ってるんじゃない？なんか軽食も売ってるって言ってた。キャンプ利用の方は100円引きって言ってる。すごいな、うん、行きましょう。かわいいな。かわいい。かわいい。かわいい。飲んで。優しいで。痛ないの。優しい優しい。かわいい。レモネードのソーダと、はい、あ、それ2つと、はい、アイスティーレモネード1つ、はい、ペイペイ使えんやん。こちらご利用の方です。あ、そうです。あれ、はい、できました。あ、いいですか。はい、大丈夫です。全て100円引きです。ありがとうございます。アイスカフェよりシロップはどうされますか？あ、シロップ甘めでお願いします。甘めでお願いします。すいません。ありがとうございます。どうぞ。今日準備しますので少々お待ちください。うわ、美味しそう。はい、白ランタンになります。うわ、これ好きそうやな。美味しそうやな。これも買おうかな。あ、豆も売ってんすね。あ、そうですね。 10g だったら。そうですね、今ちょっと豆売りしてたんですけど、はい、僕はちょっとぎっくり腰をやっちゃって、なかなか焙煎の数を増やせてなくて減らしてるんです。買う？ちょうどよかったやん。 50g だったら5杯分ぐらい。あ、 4、5杯です。買う？お豆買いましょう。あ、お豆買いましょうか。ありがとうございます。ちょっと割高になっちゃうんですけど大丈夫です。50g で500円で今販売させてもらってます。で、これも買おう。カフェオレです。淡路さん。淡路、淡路さん。あ、淡路って読むんですか？あ、淡いです。淡路だいぶ変わってくる。淡路っていう漢字が昔のなんかね、読み方で淡い、物の淡いとかって言って読む。あ、へぇ、そこから取らせてもらって。淡路さんです。すみません、学がないもんで。淡路さんのか。日々中央町っていうところでカフェをやってて。あ、そうなんですか。今日は出張ですか？あ、そうそう、毎週土曜はこっちに。あ、はい、へぇ、あ、めっちゃいい、うん、じゃあ今度は本店の方に行きます。カフェ淡路さんですよ。カフェ淡路さん、土曜日、毎週土曜日はここであのやってるらしいので。
あの大足高原キャンプ場に来られた際にはぜひアイスコーヒーやらいろいろあるのでご利用ください。イケてるお兄さんとお姉さんがもうやってれるのでね。はい、お待たせしました。アイスティーレモネードと、はい、こちらがアイスティーレモネードソーダです。ありがとうございます。レモネードです。めっちゃ美味しそう。いただきます。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。あ、美味しい。これ。いや、これは美味しいですよ。あの、ほんまにレモンの、うん。めっちゃ美味しい。すごい新鮮な感じがする。すごい。うん、炭酸や。美味しい。そうだやからな。炭酸やな、そら。すぐなくなるで。お待たせしました。ありがとうございます。またここ乗せさせてもらいます。頑張るので我々も頑張る。はい、ありがとうございます。コーヒー豆からの取れました。コーヒー豆かなりあの深入りでやってますんで、はい、温度が高すぎるとかなり苦くなるかなと思うんで、だいたい80度ちょっとぐらいが美味しく。なるほど。すみません、最後説明ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ひのこ、こっち、ひのこ、ひのこと、ひのこが食べてるから。やばれやばれ、お水やばれ。めっちゃいい匂いする豆。お水。淡井さんは普段はあの町屋の方でカフェやってるみたいなんですけど、土曜日だけ出張であの大足高原キャンプ場の受付の前で店あの出張店舗を出してるみたいなので。機会があればぜひ淡井さんのアイスティーレモネード飲んでみてください。めっちゃレモンの風味がすごい美味しいです。パパ今蜂おったぞ。パパの紹介する？美味しいです。他にもね、いろんな、うん、あ、これコロランタン、これも買ってみたんですけども、これもフロランタン、おやつに食べようと思います。はい、はい、フロランタン大好きなんだ。ちょっと飲ませて。おいしい。子供が飲んでも美味しい。ちょっと飲ませて。おいしい。これなんかな、甘い、レモンの風味すごいわ。キャラメルがすごい。どう？あ、めっちゃ美味しい。これフロランタンも、うん、おやつに買ってみてください。おすすめです。 いいですね、あのキャンプ場に。そう、おしゃれな、うん、ああいうお店があるっていうのは気軽にこう持ち帰りで買えるし、うん、みんな若くて、うん、イケメンやし、オシャンティーや、うん、かわいいしね、アイスもいいし、うん、いいですね。癒されました。癒されました、はい、そしてコーヒーでも癒され、アイスティーレモネードで癒され。最高やで。最高やで。あとこれパパの混ぜてもらっていいですか。はい、パパの美味しそう。うまそうやでね。はい、戻ってきた。どうぞ。え、一回貸して。あ、パパ歯が生えた。うん、え、ちょっとスーちゃんを飲んでみたい。あ、飲める。飲める、子供でも飲める。淡井さんのアイスカフェオレいただきます。はい。めっちゃ味わうやん。これうます。かわいいうます出ました。
ちょっとゆっくりしましょう。うん、ゆっくりだ。ゆっくりしよう。チルロ。チルチェアンス？チルチェアンスか？チビ、うん。チルチャオ。チルチェアンショ、はい、ダックローの T シャツでね。初めての GRN。いや、受付にもおったもんね、ダックロー。そう、受付に大橋高原の。受付にもいましたよ、ダックローが。ちょっとセンス似てるかもね。ここがちょっとホームになってしまうかもしれへんな。いいこのキャンプ場が。うん。やっぱりあれ、実家が岡山やったから。ああ、ほんまや、忘れとった。岡山の地めちゃくちゃ流れてんねん、忘れとった。ホームに帰ってきた感じやな。ね、久々に来たもんな、岡山。ここに冷テーブル置いたらめっちゃいいんちゃう。完璧やん。え、でもここでもうやっちゃうんでしょ、たぐり。やっちゃいます。旅で。やります、それは。あ、ここ来たことあるやんな。旅でやっちゃうんすよ。やっちゃいます。完璧やん。シミュレーション。もうできたわ、イメージ。これで。ほんでもう、行動範囲全然動かんでいいやん。これでソロキャンしたら絶対おもろいわ。でも夏はあかんねんな、虫がな。虫が気になるな。この前マダニに刺されてからほんまに。あれが良かったっすね、高熱出なくて。さすが免疫力高めの女子。免疫力高め系女子やから。高め系女子。子供たちも悲しそうだ。あのね、子供たちに奪われました。はい、撮りました。もう明日朝一で起きてここでのんびりしようと思います。あ、いいですね、はい、コーヒー飲んでね。うん、一人でどうせみんな起きひんから。明日は僕起きるの早いっすよ。ここでベントラックスのローテーブル置いて、はい、ゴリゴリして、ちょっと一回置いてみてください。シミュレーション。これもね、まあ、前ソロキャンの時にでも使ったけど、ベントラックス、ベントラックス黒買えばよかったか。いや、合うで。合う、うん、やっぱタンは何でも合うよね。あ、なるほど。こうやってゴリゴリゴリして、あ、コーヒー飲んで、あ、それでね、今日淡井さんで、そうそう、淡井さんで購入したお豆引いて、うん、明日はこれでゆっくりバーっとしようと思います。いいっすね。いいっすね。これでそこで目の前で焚き火しとったらもう無敵じゃん。うん、冬。ほんまや。ほんで、肉焼いてこうやって。やばいやん。もう絶対動かへんやつやん。絶対動かん。絶対に動きません。人をかぶってな。どんだけ動かずにキャンプできるのか。ちょっと持ってこようか、枕とか。これめっちゃいい。はい、ママ。どうぞ。そうそう。どんどん快適空間作り出してね。あー。めっちゃ良くないこれ。見てこれ。うーちゃん、ごめん。こんなんガッチガチしちゃう。くつろぐ暇ないねんけど。じゃあ僕次このスタイルでやりますわ。かやなしの、かやなしのいかに虫に刺されずに朝を迎えることができるか。いや、何発噛まれるかやってや。マダニに何発噛まれるか。うーちゃん入らへんの。病気になる恐れがあるから、ね、怖いわ。でも実証されたらさ、あ、噛まれで済むんやか、あ、やっぱ蚊やないとやばいなって思うのか、わかるやん。なんかもっと簡易な蚊やってないん。簡易な蚊や、知らん。あ、俺も知らん。見て、めっちゃくつろいでる。ちょっと携帯で探してみようかな、簡易な蚊や。うん。の。蚊やは兄様を思ってます。いや、その蚊やじゃない。その蚊やではない。虫防いでくれんから。一緒に噛まれるだけ。一緒に噛まれる。ちょっともう晩ご飯までゆっくりするわ。オッケー。お子さんとってやって言って朝まで起きやばいやん。すげー楽しそう。いいで、パパもあと一緒に寝よう。ゆっくりしすぎて5時回ってしもうたけども。晩ご飯の支度しましょう。していきましょう。米2合
今日のメニューは、ちなみに今日のメニューは、何だか、ガーリック ライス、ステーキ、あ、じゃあ、何だかな、ちょっとごめん。いい音、うん、ちなみに今日の晩ご飯のメニューはガーリックステーキ混ぜご飯です。なるほど。まあ混ぜご飯なんで、あのコンソメでご飯炊こうかなって思いますね。無洗米やから、これ。なるほど。で、お水をかき混ぜて、はい、これでちょっと30分ほど寝かします。はい、はい、30分後にまたご飯炊いていきます。はい、はいいただきます。
まい、うまい、うまい、めっちゃ美味しい。うわ、よかった。うん、すごいぞ。手前がほらめちゃくちゃ見てる。うん、反応してるわ。うん、美味しい。うん、うまっ。そんなうまいん？これは美味しい。ほんまに？うん、いい。うん、美味しい。食べて食べて。じゃあ上下の緑マンが食べますわ。上下緑マン、後ろと同化してもんな。そう、上下緑マン。じゃあいただきますね。はい。これは美味しいわ。美味しいやろ、マジで。うん、うん、すいません、面白いコメントできなくて。みんな待ってたのにな。まあ、申し訳ない。なでもあり、うん、うまい。確かにやろ。お母さんナイスです。ナイスナイス、いただきました。うん、うん、うん。じゃあ身をいただきます。美味しかった。合うわ。合う、お肉に合うわこれ。おいしい、おいしい。キャンプ最高。キャンプ最高っすね。うん、おいしいし、おいしいしばっかりや。おいしいしかないね。うん、うわ、おいしいわ。まあ当たり前や、おいしいの。手前。始まりましたね。ね、すっかり夜も更けて。夜も更けてきましたよ。うん、こんな感じです。お腹いっぱいやし、寝ようか。はや。どうします？おつまみ作ります？じゃあ おつまみ作っちゃいましょう。おつまみ、あのママさんおすすめの。うん。これはね、もう本当におすすめのおつまみですね。ぜひぜひぜひちょっと真似して食べてもらいたい。めちゃくちゃうまい。ほんまにね。作っちゃいましょうか。おつまみ作っていきましょうか。作りましょう。唐辛子ツナ。これは？これはもう韓国のねツナなんですけど、ちょっと辛い唐辛子入ったツナです。これをまずこちらに入れていきます。ちょっと待ってよ。気をつけてくださいね、熱いですよ。また火傷するわ、大怪我しちゃう。もういいよだね。これ全部入れていきます。はい。
ちらホールコーン、はい、これちょっとでかいけどもうワンサイズ小さいのがちょうどいいんだけど売り切れてたからコーンをねパラパラーっとパラっと入れます。めっちゃ美味しそうな色してるコーンな、コーンがねプリッとしてるよね。でチーズ今回はね3種のミックスチーズ持ってきました。でちょっと私チーズ好きなんでコーンに大丈夫多めに入れようかな。カンチファーも喜んどるで。ほんまや。はい、これでねちょっと熱しながら、なん溶けてきてる、溶けてきてますもん。いい感じに混ぜ込んでいきましょう。もう最近もうシリをまだに噛まれてからもうシリって言うてまうよね。なかなかおらんやな、シリをマダニに。そして初対面の人に撮ってもらうっていうね。そうそう、もう何にも恥ずかしくない。そうやな、もう裸の付き合いしたみたいなもんやもん。そうそう、もうあの次はねもうマブダチやるもん今言わな、その時に。あ、その説はありがとうございましたその説はありがとう、何回言うねんって言われはい、こんな感じで出来上がりましたよ。あ、もうできた。うん、ちょっと煮詰めるぐらいが美味しいんやけどね、こうやって煮詰めますか、ちょっとね。グツグツ煮詰めましょう。ほらほら、来とる来とる、いいよ。何日か、本当にチーズが溶けて、もうチーズとツナのね、祭り状態になってます。うん、2発目食べる。マシそう。辛い、これはマシそうよ。辛い、パパにも食べさせてあげて。はい、行くやパパ。あ、いいですか、あんしてもらえますか。あらま、娘からのあん。娘からのあん。気持ち悪い、そんな言い方。うん、いつまったらいけんねん。ほんまに、うん、おいしい。じゃあちょっとね、お酒飲みながらこれいただきながらのキャンプ楽しんでいきたいと思います。Thank you.
that it's for the best. Cause you're not the same as you used to be. また機会があれば来たいと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイじゃあ撤収していきましょう。撤収しよう。Start, but I remember those days with joy in